中年オタッキーです。今日はね、まあ家からお送りしているんですがね、まあちょっとね、開封系の動画をまたねやろうと思います。ペンタックスファンの皆さんごめんなさい、もう予告だけしといてどんだけ引きずってんねんって話なんですけどね。で、まあこちらはね、いつものドリームロコモーティブ様からいただいたものになりますが、なんかね、すでになんかタップンタップンって音が聞こえておりますが、でこちらはね、ヤフーオークションで仕入れたものになります。それでは開封してまいります。はい、まずこのドリームロコモーティブ様からいただいたもの開けていきましょうか。ここから開けるんだ。いいよ。よいしょ。なんかいきなりこの系統のお菓子結構好きなんですね。カレー線カメラですね。昔懐かしいカレー線。しまった、老眼鏡。よっと。お、いいですね。これ新潟県ね、阿賀野市、で製造されたものなんじゃないですか。新潟というのは米どころなんでね。で、これもう一つお菓子。これは、なんだ。ミスター伊藤。プレッツェルチリタコス味。これはね、東京都北区。田畑6丁目って伊藤製菓っていうのはこれ初めて、製造は茨城県で製造してるみたいですが、タコス味ってこれ結構ね辛い系の、味、だと思います。いただこうと思いますね。これなんだ、 これは何、これなんですかね。これおお、フィルムがまとめて入っております。あ、これホマですね。ホマの200、になりますね。ちょっと動画つなぎまくっておりますが、邪魔が入りまくっておりまして、続きいきますよ。ホマの200がね、1、2、3、4、5、6、7本もね、すんません。本当に助かりますね。ホマのね、フィルムの価格がね、値上げになるようだということでね、長巻きをね、ドリームロコモティさん購入されたということなんですけどね、おすそ分けってすごい量ですよね。で、コダックゴールド200も入っておりました。で、謎の液体系ですが、今日は堂々と公開できます。お、これ面白いな。なんか、衝撃を吸収するのに、これなんかテープ貼ってある。これなんて読むんだ、これ読めないや。字が読めないっすね。これなんて読むんですかね。読めない。日本酒、これね、入間、埼玉県入間郡、ケロ山町って読むんですか、これ。朝原酒造株式会社。なんて読むんだ、これ。コシオブリュワリーっていうとこからね、作られたお酒が入っております。朝原酒造株式会社。西日本の人間にはちょっと馴染みのないメーカーですが、初めて聞きましたね。よっ。こちらは純米吟醸手作り清雲とありますね。これはもう完全に純米酒ですね。小川町大和大塚清雲酒造ということでね、日本酒をね、2本いただきました。日本酒を2本ってなんかシャレみたいですが。ね、東京オフに向けてね、ちょっとお金を貯めているんですけどもね、フィルムを寄贈していただくとかなり助かっております。本当いつもね、最近のドリームロコモーティブ様にいただいたフィルムで撮影するのがちょっとメインになってきておるんですけど、本当に助かっております。本当ね、いつもありがとうございます。東京で、近々会うことになると思うんですけどね。で、今日のもう一つ、いきますよ。さあ、何が出てくるか。ヤフオクでね、結構しました。5000円しましたね。
これはでもね、もうお金を出さざるを得ないなと思いまして購入したんですね。はい、ちなみにね、出品者はね、徳島県の方でした。直接取り行きゃいいかなって一瞬思ったんですが、結局送ってもらったんですけど、近いんでね。はい、今回は1台です。出てこねえ、出てこねえぞ。よっ、お、ストラップついてるや。なんか貼ってある。はい、 EOS1HS ですね。これめちゃくちゃ状態がいいな。めちゃくちゃ綺麗。製造は FFO0102 FF? F が2つ来たな。わかんねえ。これほとんど使ってないですね。もうほぼ新品です。フィルム厚刃にも全く傷が入ってない、ほぼ新品になると思います。電池室は綺麗ですが、電池は当然入っておりません。まあ、とりあえずね、なぜこれ購入したかっていうのはもうね、分かってる方多いと思うんですが、はい、ここにニコン F4 ありますけどね、ニコン F4 を持ってるんでね、比較をしたいんですね。これライバル機になりますんでね、当時のね、以前、F1、キャノン F1 とニコン F2 っていう比較動画を作りまして、で、今度ね、ニュー F1 と、ニコン F3 を、比較する動画を作ることになっているんですけどもね、その続編のための、まあ、準備ですね、準備です。で、まあ、これは持ってたんですが、これは EOS1N ですね。EOS1N と F4 をね、比較するわけにはいかないので、時代が違いますから。でね、ちょっと電池が入ってないんで、これね、パワーブースターか。は同じものなんですね。EOS1N と EOS1 は。だから電池が共用できます。プログラムになってるやん。シャッター切れておりますね。レンズもいただこうか。いいよ。ファインダーめっちゃいいな、さすが。やっぱピントはちょっと迷うね。うん、でもまあ89年当時としてはいい感じなんじゃないでしょうか。はい、今回ね、 EOS1 を購入しました。まあね、 EOS1 と前のかプルプルなるな、重い。軍艦部のね、高さが違ったりとかね、EOS1N の方がちょっと艶があるのかな、これ全体的に。それともこれ使い込んで艶が出たのか、ちょっとその辺はわからないですがね、これとこのね、F4、比較する動画もね、また作っていこうと思います。この辺はね、もうしょうがないですね。もう EOS1 は購入するしかないと以前から思っていたんで、まあ HS でね、5000円だったらまあ買いじゃないでしょうかね。で、まあ電池も炭酸電池が使えるんで、コストが安く抑えられるということですしね。はい、今日のね、開封動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。ペンタックスので、ね、SFX のね、動画はね、次こそやりますので、ペンタクスファンの皆さんをちょっとじらしてすみません。というわけで、今日の動画、はここ、開封動画はここまで。ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、そんなわけでね、使用痕がほとんどない超極上の
初代 EOS One ね、もうすでにねフィルムを入れてね、写真を撮っております。ちょうどいただいた、なんだっけ、フォマ200 ですね、を、想定してね、すでに写真もう15枚ぐらい撮ったんだけど、まあね、やっぱりねフラッグシップカメラってだけあってね、非常に、感触の良いカメラです。まあ今後ね紹介してまいりますし、ニコン F4 との対決もね、F4 よいしょもうねフラッグシップカメラが増えるのはいいんだけど、全部重いんですよねよいしょ。まあこんな感じでね、同時期のねカメラね、まあ狙ってたんですよねこれね、ずっとね。まあ5500円ということですけど、5500円だったらまあ買いでしょう。フラッグシップですしね。はい、そんなわけでね、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、トップバッターはこれ MT さんでいいんかな。こんにちは、昭和42年生まれの MT と申します。いつも楽しく拝見させていただいてます。フィルムで写真を撮れば撮るほどカメラがどうとかレンズがどうとかそんなことは気にせずシャッターを切ることに楽しみを覚えるようになってきました。そんな中、先日中古でオリンパス XA4 を購入しました。このカメラを購入する決め手になったのは、レンズが 28mm であること、マクロ撮影ができること、小型で軽量なことです。近くに撮影に行ってきましたので投稿させていただきます。フィルムは富士カラー400設定オートです。題名タイトルは、黄昏る遊具たち、よろしくお願いしますということでね、作品なんですけど、これオートで撮ってるんですね。これフラッシュは焚いてないよね。しっかり逆光補正が効いてます。XA4 ってね、まあ XA シリーズかなり人気のカメラではあるんですが、かなりいい感じの写りですね。うん。で、日付は03-9月18ということで、まあ2020年問題にぶち当たって令和表記ということになっているんだろうと思います。はい、MT さん今後もね、投稿よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、次がね、夢旅人さんから2枚ですね。1枚目がタイトルが Z、2枚目が旧車と2ショットですね。伊勢神宮参拝の帰り道、エクスパーサ御在所に寄ったところ、旧車が止まっていたので思い切って声かけたところ、心よく撮影 OK が出ました。車体も綺麗でよく手入れされている感じでした。旧車好きな人ならたまらない車両だと思います。撮影機材キャノン 6D、EOS 6D ですね。レンズがキャノン 6D、これ、レンジファインダーカメラかな？ちゃうわ。ごめんなさい。EOS 6D ですね。レンズが28135 F3.5 から 5.6 IS。撮影はプログラムモードで撮りました。サイドミラーの Z CV ですですね。2枚目も撮影機材一緒で撮影場所も同じ。9月の連休を利用しています。この状況で移動はご法度だと思います。知人が他界して伊勢神宮参拝を楽しみにしてたので感染予防しっかりして行ってきましたということなんですが、まあ僕的にはもうね、ワクチンを打った方はまあ気をつけて移動すれば移動していいんじゃないかなとは思ってます。あと最小遂行人員っていうね、まあ一人で移動ということをね、考えればと思いますね。で作品なんですが、1枚目はこれ、S30Z かな。非常に状態がいいですね。牽引フックをね、追加してあると、ザットさんの表記がある以外はほぼノーマルかな。ちゃんと右ハンドル仕様ですね。なかなか状態がいいと思います。で、2枚目の方はこれね、240ZG になるのかな。なかなかね、貴重な車ですね。L 型エンジンはね、2リッターとか3リッターよりも、実は 2.4 リッターがバランスがいいというね、ことを聞いたことがあります。かなりローダウンしてますね。かっこいいですね。また、オレンジ色のね、色が当時流行った色。僕のね、おじさんもね、オレンジ色の S30 乗ってましたよ。懐かしい車ですね。ありがとうございます。夢旅人さん、ありがとうございます。次はね、ガメラさん、の作品で1枚。オタッキーさん、こんにちは。視聴者の作品投稿します。タイトルは、不当にて。撮影機材、ミノルチナ S、使用フィルム、ヤマ、宇宙の片隅、ISO400、いつものジャンク復活カメラです。露出系は生きていたので、カメラの露出系に従いました。アンダー気味ですが、悪くないかなって思ってます。オタッキーさん、いかがでしょうかということですが。これね、ちょっとね、向こう側から光が来ているので、露出系の数値と、
考えると若干アンダーになってしまったのかもしれませんが、おおむね良好な写りになってますね。まあ、ミノルタのレンズなしくね、色もしっかり出ております。光がちょっと直接、まあ、薄曇りという感じなんでしょうけどね。それで、その海の色が、ちょっとくすんだ色にはなっていますが、まあいい感じなんじゃないでしょうか。ミノルタです。実は触ったことがないです。そのうちまあ出会いがあると思いますが、これ以上カメラ増やしてどうするんだろうな、俺もね。まあガメラさんありがとうございます。次がね、ギブソンさんですね。お疲れ様です。今回2枚投稿させていただきます。自称ペンタキシアンなので、やはりこの LX は避けて通れないだろうと思い入手しました。カメラペンタックス LX、レンズ SMC ペンタックス FA43mm、F1.9 リミテッド、フィルムコダックプロイメージ100です。1枚目のタイトルはキャノン VS ペンタックス、2枚目はスポットライトです。1枚目は A1 を持った奥さんと取り合いしました。2枚目は室内の小窓から差し込む光が丸椅子に、良い感じに当たっていたので撮りました。よろしくお願いしますということで、作品なんですけどね、1枚目、奥さんがね A1 を構えて、なかなかねこれが逆光になっておりますが、なかなかいい写りですね。まあ、ポートレートをね撮る、感じのまあ写し方になりますが、非常にいいと思います。で2枚目がこれがすごいんだな、この写りね、解像度ボケ感、構図なかなかいいと思いますね。このスポットライト、この場合は被写体をもうちょっと小さくしても良かったかなと思うんですが、レンズの良さが生かす、ためにはこのぐらいの距離でも良かったかなと思います。この写真ちょっとねエポックメイキング的な感じはしますが、タイトル画面にしていこうと思います。ギブソンさん投稿ありがとうございます。ここまでで4名、次はチムニーさんの投稿ですね。ちょうど暇ができて、良い天気の日にバイクでお散歩しつつリバーサル突っ込んで撮ってきました。色合いも良いですけど、金属のぬめっとした質感表現が良いですね。カメラペンタックス SPF、レンズはペンタコンオート 50mmF1.8、 フィルムは富士のベルビア100、タイトルは1枚目コンテナヤードにて、2枚目茶畑ツーリング、それではよろしくお願いしますということで、1枚目、これね、いい感じで写ってるんですが、僕だったらもうちょっとアンダーにするかもしれませんね。バイクをねシルエットにした方がかっこいいかなと。まあ、単純にそれだけの話なんですが。で、空のね、色的にはね、その、ハイライト側は若干オーバーにも感じますね。で、2枚目なんですが、2枚目の方は結構ドンピシャになってますね。バイクがね、トライアンフということでね、まあ、国産と違うね、雰囲気が非常によく出ている、いい写真になっていると思います。はい、チムニーさん投稿ありがとうございます。作品投稿のコーナーここまで。結構街ができておりますね。10名以上街ができております。頑張って動画作って吐かなきゃいけないな。まあ、今日の、作品投稿のコーナーここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、これ若さんですね。おたきさんお世話になります。若と申します。いつも動画を拝見して勉強させていただいております。今日は俺のカメラに投稿いたします。ニコン F4S と F801S になります。ファインダーの液晶表示も健在で、プレビューなきもない F4S を探しまくってやっと手に入れました。F4S のマルチコントロールバック MF23 は日付はもちろんシャッタースピード、絞り値の写し込みができて大変便利です。これからもお体に気をつけて頑張ってくださいということでね、僕も F4 持ってますが、これなかなか状態がいいぞ。で、このね、マルチコントロールバック MA23、これがね、これ結構レアですよね。羨ましいな。F801S ともにね、ちゃんとね、シンクロターミナルのカバーもついてて、どちらも状態が良いものになりますね。この2台でね、当時のプロカメラマンごっこって感じですかね。F801 をサブにしてね、いい感じだと思います。若さん、投稿ありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになります。
はい、やったーやっちまったコーナー、今日は LP500S さんのやったーですね。おたきさんこんにちは。本日北村ジャンクコーナーでまたまたゲットしました。どれもお初です。オリンパストリップ35、500円。ヤシカエレクトロ 35cc、400円。ニコン双眼鏡 8×30、220円。トリップ35は一部ストラップ金具に凹みがありますが、作動は OK。エレクトはモルト不良。双眼鏡は曇り、カビがあり、清掃してみたいと思います。双眼鏡の清掃は難しいでしょうか？今回もお安く手に入れ、最高ですということですね。これね、トリップが500円はちょっととありえないですね。バカ安。エレクトロもね、35cc もね、モルト不良ということでね、モルトだけ直せばいいんで簡単ですよね。モルト少ないし。双眼鏡のカビ取りなんですけど、やったことがありません。どうなんだろうな。まあ、やる気にもならない。あんまり双眼鏡、好きではないですが、まあ、嫌いでもないですけどね。やったことがないですね。どうなんだろう。まあ、やってみてね、どんなだったかね、またレポートくださいませ。はい、LP500S さんありがとうございます。ここからはね、教えておタッキーのコーナーになっていきます。はい、教えておタッキーのコーナー、今日は秋潤さんの教えておタッキーですね。教えておタッキーさんに投稿です。おタッキーさん、加水分解の対処法と清掃後の保存方法を教えておタッキー。私ごとミノルタアルファ7000を保管用に仕入れました。お金もないけど男のロマンです。一応、アルカリ電解水で記念しました。その後、シリコンを塗布したらプラスチック長持ちしますか？ご教授くださいということなんですけどね。僕は加水分解を拭くのはもうもっぱらね、これなんですよ。これね。いいかどうかは分かりませんがね、溶剤が入ってるんで、シャッター膜の汚れもね、加水分解の汚れもこれで取るんで、まあ、同じように使ってます。これをね、ファイバークロスとかね、こんな感じのものに染み込ませて取ってますが、いいかどうかは分からないんですね。これが難しいところでね、まあ、この手の情報をね、逆に持ってる方いらっしゃいましたらね、長持ちさせる方法ですか。プラスチックワックスとかかけたら長持ちするのかな。でもね、触り心地が悪くなったりしますよね。加水分解するごとにまた拭くか。それもどうかなと思います。何か情報をね、お持ちの方いらっしゃいましたら、コメント欄にね、コメントいただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。そのペンタックスファンの方ね、もう本当にね、ことごとく裏切られておりますがね、次こそはね、ペンタックス SFX で撮影した写真をね、紹介しながらカメラを紹介していく動画になっていくと思います。でね、先日ね、ライブでね、紹介した、わたはなチャンネルさんですけどもね、結構な勢いでね、チャンネル登録増えていっております。嬉しく思っております。賛同いただきありがとうございます。これからちょいちょいね、応援していこうと思っていますので、まだね、行ってない方、一応ね、説明欄の方にリンクを貼っておきますので、わたはなチャンネルさんね、初心者のね、方、今からフィルムカメラを始めようっていう方が見たらね、結構面白いチャンネルになってると思うんですよ。で、そういう人たち、今から入ってくる人たちを、バックアップしなければフィルム写真の、衰退につながっていくということでね、応援しようと思って、まあ、結構ね楽しいチャンネルになっておりますんで、カメラ以外のね動画も上げてるんでね、いろんな層のね、視聴者を、フィルムカメラに取り込むことができる力のあるチャンネルだと思ってますので、賛同いただける方はぜひぜひね、リンク先に飛んでもらってチャンネル登録、いいねボタンとかね、していただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じになりました。また次の動画はね、までお待ちくださいませ。僕のチャンネル登録の方もね、月100名前後、増えていっております。まだまだ増やしてね、5000名、とりあえず5000名を目指して頑張っておりますので、ね、5000名いったらまた何かカメラチャン、カメラプレゼントいたしますのでね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。あと高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、ポチッと今すぐ押してください。コメントなんですけどね、もうとんでもないことになってました。まあ、なかなか追いつけないんですけどね、頑張って全部返していこうと思っていますんで、まだコメント何か感じたこととかありましたらコメントよろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで、また次の動画をお待ちください。それではごきげんよう、さようなら。